勝つには勝ったんですけど、はい、おそらくですね、伊佐ヘッドコーチはちょっと思うようでなかったんだろうなという気がしますね、はい、今もですね、アレンがセカンドチャンスに何とかつなげます。打っていいですね、パラス3だ、はい、決まりました、はい、昨日2つの3を決めたパラスです。ドライブしていく、ショットクロックがない、この3ポイントは決まった、決まった、木村今日楽しみになりそうですね。パラスがかわしていって惜しいところでした。セカンドチャンスアレン飛び込んでジャンパ ー、 あー決めた。昨日のゲームはですね、1試合を続けてってことじゃなくて、まずは積極的なところをこうやって見せていくのはいいと思いますね、はい、あ、これもいいですね、インサイド勝負決めてきました。ディフェンス、オフェンス、積極性が出てくるとやっぱりそういう展開になりますから、はい、いいですね、エンドの3決まりました。キャッチャーのショット右には池田がいる、そこに渡す、ノミの3だ、いいですよ、来たー、来ました。昨日はこういった場面がねいくつかあったんですけどの、はい、いうような入り方だったんですけどね、まあ、今日はですね、もうとにかく積極的に行くんだと、はい、これは落ちます。あ、いいですね、ファーストブレイク、長いパスが通る、あ、いいですよ、アレンが決めた。ここもただこだわってシュートを打ちに行きました。エアーズのシュート、あ、いいですね、また遠藤エアーズ、エアーズの3来ました、エアーズ、昨日はこのエアーズもここまではですね、はい、シュートが入らないにしてもいい形で打ててますから、まあ、とにかくシュートで終わることが大事ですからね。今のもこのシーンもエアーズが遠藤に対して俺が打つからボールよこせっていうような、はい、あれ挟んでがつく、ハレルソンも来た、このショットは決まりました。ショットクロックギリギリ、ポンプフェイク、パラスに渡して3決めました。 いや外に振ったアレンの3、ネファーベが取る、あとは入れられるか、ねじ込んだ、今2、3流動的になってくるかどうか、ポンプフェイク、うまい、うまい、ノーミです。アレン、アレン、高橋の上、バックショット、ここはうまく高さのギャップを作りました。ネパウエ取った、ポンプフェイクを挟んで、ファウルはまだない、もう一発ねじ込んでいった、頑張ってる、2つ目という石井です。遠藤ドライブからアレンに合わせて、いや、うまい、うまくバンクを使っていきました。ちょっとではないですからね、はい、ここで点差がちょっとこう、うまくいった、あ、もらった、バスケットカウンターのスローアレン、キャプテンアレンに一度預けます。スリーを打ってきました、リップスリー、効いた、さすがアレン、激しく動いた後で静止してシュートですから、あ、なるほど、さすがにディフェンスがいないと言ってもですね、難しいんですよね。エアス、いやー、うまい、かわしていく、インサイド、ユーロステップからこれが決まった、ノーミー、いいですね、ノーミー、アレンがもらって渡辺が、いや、強い、それを超えていきました。さあ戻り早く、ネファウル、遠藤、遠藤自ら行く、いいですね、はい、ドライブからのシュートでした。ネファウル、ハレルソンとの1対1、なんとかねじ込んだ、最後のこの競り合いのところ、ハレルソン対ネパウエ、よく決めましたね、なんとか右手でのこのフックショット決めました。アレンは本当にやっぱり期待通りのね活躍を見せてくれてますよね、はい、あー、ここは奪った、なんとか残せるか、アレン残して自らダンク、いいですね、